発酵した味噌だれとこの強いこのなんか匂いになっちゃってるから、はい、この匂いダメです。わかりました。ご飯が全然ダメです、はい、昆布の甘さやあごだしの出汁がいらないです。感想は、新しいアイデアはない。さあ、続いては塩ホルモン盛りって書いてあるんだよね。はい、結構タレ味でね、来てます。あのこう、こう重なってきてる、はい、これでホルモンで塩でどうなるかっていうことですね。お、来るか、来るか。あー、お皿が、おー、これが塩ホルモン。タン、はい、タン元、はい、と大動脈。これは千本筋、千本筋モモですね。モモ、あと心臓とミノと、ハツとミノ、はい、いただきます。タンか、はい、ちょっと面白いよね。これを先から食べると思うのに、先にあんだけタレのご飯と食べといてこれをっていう、あえて、はい、まあでもそれはそれで考え方でいいんじゃないかな。一番最初の時めっちゃ焦ってましたから、今ちょっと余裕あります。あ、そうだね。気持ち、気持ち、はい、安心感が、安心感が。だけど焼きはダメだったけどね。俺は何、そのお客様が来た時にジモンさん目当て、あ、来てるんだってことで来てくれて。そうです。ファンなの、それは。俺のことは、ジモンさんのファンじゃない方はうちには来ません。はい、全員ファンです。だんだんバカにされてる感じがするね。本当ですか。あ、これ塩、あ、来た、切ってくれて丁寧に。へえ、うん、あ、なるほど、うん、俺の感想はここに やっと焼肉スタートって感じがします。ありがとうございます。次だね。ありがとうございます。いや、まだ感想までいかない。ありがとうございます。面白い。これ食べ終わった後、感想言おうよ。いや、ちょっと、ちょっと、ごめん。これ俺が取るから。これタンの横の、これ根元の方ってこと。タン下ですね。タン下だね、はい、タン下もつけてます。面白いね。やっぱりタン下美味しいっすよね。タン下やっぱりね、ホルモンなんだよね、やっぱり、はい、素晴らしいね。ジモンさんの家に来たら困るって人もいるよ。いや、みんな嬉しいと思いますよ。本当に？はい。さんの家さん。いや、さ、もちろん怖さもあるんですけど。あ、このタレ、美味しいね、やっぱり。ありがとうございます。うん。これ何塩だれ？塩で、まあ、ニンニクとか、本当にゴマとか、いろいろ入ってます。これも企業秘密なんですけど。もうそれは感じるね。なんか、あんまりでもニンニク臭くないんですよ、うん、でも、なんかお肉の味を引き分けてくれる。どうした？僕のものいけます、はい、あの目的を作ってほしいんだよね、はい、焼肉でみんなを幸せにするんだとか、はい、お金のない学生が腹いっぱいに食べれる焼肉とかいうのも、はい、そのいいタレで作ってこの肉だったらできるじゃないですかとかね、はいはい、その辺の人のためにってのが生まれてくると、はい、すげえいい焼肉が生まれるんだけど、はい、まだ自分でいい焼肉作るのが必死でしょ。まあそうです、必死です。大動脈、はい、大動脈。あ、本当だ、すごいすごい食感や、うん、なんかホルモンっていいね。あ、ありがとうございます。ホルモン自体に今度はも人間がこうだこうじゃなくて持ってかれる。千本筋すごい、ね、本当に変わった食感するんで。本当だね、面白いですよこれ、はい、どの辺なの千本筋。あの、ももっすね。ももの中の、はい、外ひら、外ひらの筋の部分、はい、
ホルモンって言えるかね、これね。確かに、まあ、ね、はい、ホルモンじゃないかもしれないですね。精肉の方の中に入ってくる筋の部分をホルモンっぽく出してるわけです。あ、そうです、はい。面白いね、千本筋。これはいい、これいいね。油は精肉、食感ホルモン。良い人に弱い三路人。カツ焼きすぎない？大丈夫？いいです、調理してこれは、はい、何これタレが。あ、あ、うん、うん、うん、うわ、これを最後に出す理由わかるわ。あ、じゃ味が濃い。このリード棒、はい、このタレ、タレですね、油で作った、油で作ったタレは美味しい。ありがとうございます。これ美味しいね、なんか西洋っぽいな、これ。うざうざうざ。さあ、続いては塊肉。塊肉が本当にどう言われるのかな。ああ、綺麗、おーっと、塊肉、あ、綺麗な肉来ました。高見牛と言いまして、はい、神戸の北のホテルでも使われてる牛の、おマルシンですね。マルシンメスですね。マルシンのメスだ。これは美味しそうやな。この厚さも最高だし、色もいいね。ありがとうございます。高見牛ってどう言われるの、もともと。まあ、かなり丹波の方で有名な牛でして、なんで僕が高見さんを使うかと言いますと、僕があのサラリーマンの時に、いや、サラリーマン辞めてお店をするという時に、まあ、いろんなところに電話させていただきまして、ええ、その時に唯一最後までお話を聞いてくれた方でした。優しい方なんだね。そうですね、今までのその方は全員僕が焼肉でこうなっていくと、こうなっていく、こうなっていくっていう話の時に、いや、君にはそれは無理だよとか、社長には電話変われないよって言われたんですけど、会長の時が最後まで話聞いてくれまして、昔の俺を見てるみたいだとおっしゃってくれまして、で、降ろさせていただくことになりました。なるほど、物語があるね、それはね。高いとこ使うんじゃなくて、ももってとこはまたいいかもね。皆さんのお財布の負担が、だってこうも、ヒレとかもあるんですよ、本当はね。あります、はい、いろいろ、はい。こういった分厚い肉の時は、このガスロースターって難しいけどね。そうですよね、はい、そうなんです。これだけは、あの、炭のやつ出して、はい、ここだけは炭だけで焼くとかどうですか。はい、ありがとうございます。またこういろいろいったらチバチみたいなの持ってきて。そうそう、わかります。はい、この肉だけはだって縁石で内側に火入れたいので、ピッと差別化が出ない。いけます、ね。はい、まあ、ガスロースターでやるっていうのはいいけど、これはお店じゃなくてお客さんにとって便利なだけで。そうですね、はい、これは本当に美味しく食べてもらいたいから。はい、はい、ちょっと前から遠火で焼いてきました、はいはいはい、最後の仕上げはお客さんにっつって目の前でやるの。いいっすね、非常に参考にさせていただきます。はい、本当にやるのかな。でもお皿まで作ってきたからな。そうですね。銀紙作戦。はい、銀紙作戦入りました。これちょっとね、余熱を、余熱で少々お待ちください。で、ここに肉にこうガッとこう念を入れまして、美味しくなれって、美味しくなれっていうあの映画で見させていただきました。フードラック諸君、師匠師匠って言われそうあれだったな。でも神様はジモンさんにいくつ与えたんですか、才能を。なんだそれ、うん、聞こうか。なんで、何どういうこと。いや、お肉の食の才能、うん、映画の才能、うん、芸人としてのすごい才能を。バカにしてるよ。うざうざうざ。さあどうだ、はい、肉を切るのか。はい、お、おー、もう命をかけて作ったお肉、いいね。あざす。焼き、いいね。あざす。色合いも完璧じゃないですか。見てくださいこれ、外側はカリ、中がジュワッとした感じの色合いの感じ。このタレが決めてないでしょ。そうです。おー、
うん、なるほど。うん、普通。あらす普通っていう時の顔がもう分かるっす、僕 YouTube ばっかり見てるんで。あのね、お肉の味を引き立てるわけでもなく、自分のタレが強い、これなぜかって今までのタレが強いからなんですよ。脂がある肉のやつはこれ合うかもしれない。あ、はい。南部って脂がないって中身の部分だから、はい、肉の味を持って感じたいのに玉ねぎの味ばっかり入ってきちゃうから、はい、こう食べ終わった時に感想が何だったかなって感じが、はい、さあ最後に味噌だれホルモン焼き、これあ、でかっ、はい、これタレの島町ですね、これコールビーフ、これすごくないですか、油の処理、ね、の処理も自分でやってんの。はい、いただきます。ホルモンの声聞こえんの。いや、正直ホルモンの声はもう聞こえます。ホルモンの声が、すいません、それ聞かなくてもいいんだ、ホルモンの声聞かなくていいんだ。いや、聞かないといけないです。こうやってさ、こうやってね、はい、こうやってちょっと前で焼くときに、はい、やってたら、はい、どうですか。嫌です。聞こえてきた。はい、あ、ちょっとこれ言い切っちゃうよ、これ。ちょっとタレが焦げないように真ん中で障壁から焼くのね。はい、喜んでますね、今ホルモンが一番喜んでますね、ジモンさんが食べてくれるんで。ありがとうございます。びっくり、ちょっと、あ、ほら、見て、ほら、ほら、ちょっとこれ一つのなんか芸術作品をね、ホルモンが縮んだ感じがさ、ジモンさんの油落とし、おー、ちゃんと油落とししてくれてるんだ。はい、ちゃんとあの、僕学んでますから。あ、いいね、これはちょっと落とした方がいいよね、やりがいね。で、この油とこのタレがもうめちゃめちゃ合いますんで。はいはいはい、合いすぎてすいませんって謝らなあかんぐらいなんですよ。合いすぎてすいませんってタレだね。はい、いいね。ジモンだれって書いて売り出しますか。いや、タレはなんか欲しいって人いるから作ってもいいなと思う時あるんだけどね。自問題の時は相談しようかな。いやいや、そうです、時間ないっす。え、時間がないっす。時間がないの。はい、いや、そうです、あるんですけど、プレッシャーが半端じゃないっすよね。ちょっとジモンさんのやっぱ名前があると僕寝れなくなっちゃいますから。あ、そうなの。今日も僕3日寝てないっす。絶対嘘だね。おー、このタレをたっぷり油目につけて。なるほど、これこっちたっぷり油目につけて、はい、います。あ、うん、確かにこれはうまい。うまい。お、この全然しつこくないし、味も美味しいし、これはいいな。ありがとうございます。さあ、続いてはご飯ものかな、締めのクッパ。はい、いきます。締めで決まるよ。お、締めクッパ、器も。はい、あら、カレーライスみたいなのが出てきたよ、ほら。おー、カレーみたいなクッパだよ、これ。ピリ辛系の匂いもするし、どんな旨味が入ってんの、これ。いろんな旨味が入ってます。ほら、この匂いがすごい、この唐辛子とかこの薬味の香りがすごい。ここまで言うかな。お、そこまでは言えないけど、はい、でも爽やかに美味しい。あ、ありがとうございます。優しい味じゃない。あ、ありがとうございます。うんうん、これね、お腹いっぱいでも食べれます。全然重くない。ありがとうございます。何でそういうの。これはですね、和風の出汁にあの、うん、お肉の油を溶かしまして、うんうん、でコクを出しまして、少しとろみをつけて、あの、こう食べやすくと言いますか、卵で閉じて。はい、そうです。だからそれだ、和風だしのものだから。うん、まあこの全体にこの食べた中で優しい味のトーンだね。ありがとうございます。スプーンを出されました。デザート
果物って書いてあるけど、これスプーン。なんだろう。不思議。はい。何これ。果物と下にあのゼリーが入ってます。特製の。うん。なんだこれ。それ。それこの顔。すいません。これ何？これおいし、めちゃめちゃ美味しいんで。美味しいだろ、フルーツだから。はい。これ。うん。すっきりと。うん。手抜いた？いえ、これ僕ちょっとあのデザート10点。うん、ありがとうでも美味しいよ。ありがとうございます。こういうあのお寿司屋さんにお寿司もらいました。うん、美味しい美味しい。ありがとうございます。うん。最後まで手を抜かない。はい。食べた感想はやっぱり全部食べたことじゃないと答え出ないと思うんですよ。はい。で細かく書いたことっていうのはその時その時の思った点数であって、はい、いい点数もあり悪い点数もあるじゃないですか、はい、そしたらその中で言ったコメントをもう一回思い出してもらって、はい、考えてもらいたいけど僕はこう今日食べた全体を食べると50点。ありがとうございます。厳しい点数だと思います、はい、おそらく普通の焼肉があったらもうちょっと点数上げてもいいのかもしれない。ただ俺は彼に思ったことは1年間やってきてこれからどっちに振るか分からないっていう点数が50点だと思うんですよ。実力で言ったらもうちょっとね味の部分では美味しい50点のことでは80点もっと言うのあるじゃないですか、はい、あります。ただねこの感覚で言って皆さんとフレンドリーに気概なく楽しく食べる焼肉っていうので存在感出てるんですよ。だから単に美味しいだけで来てるんじゃないです。彼にローマ君に会いに来てる、はい、ローマ君のキャラクターを込みでなんかしたらもうちょっと高い点数だと思いますよ、はい、で俺は三の神さんはこの焼肉の料理はどうなのかって言ったらまだまだなんだろうオリジナル性にまで達していない焼肉包丁の入り方できたところもある、はい、たった1年ではこの辺なんだなっていうのは感じたのでこれからも努力を忘れないでいってもらいたい、はい、ありがとうございます。神様はジモンさんにいくつ与えたんですか才能を。なんだそれ聞こうか。なんで、何どういうこと。いやお肉の食の才能。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。